めて。できた。はい、おしまい。よし、できた。マーナのメモに書いてあった道具。お疲れ様、ルルアちゃん。じゃあ早速。うん、スティアを直してあげないと。スティア、スティア。ルルア、待たせちゃってごめんね。スティア、スティアの風を直す道具やっとできたんだ。まあ、ありがとうルルア。本当にお礼は後々。それ、いいことがあったなら泣いちまえばいいんだよ。よし、どうだお前ら、スティアの解禁祝いにパーッとやらねえか。あ、いいですね。腕によりをかけて美味しいご飯用意しなくちゃ。あ、私も私も準備頑張っちゃうよ。なんかよくわからない流れになってるけど。まあ楽しそうだからいいんじゃない。よし、それじゃあ私も手伝います。ほら、スティアもね。ごほん、それでは乾杯。乾杯。しましたから。ねえねえエヴァ、カレーはないの？それは、はい、ルルアちゃん、お待たせ。私のとっておきカレー。お母さんのカレーだ。やったやったやった。ねえスティア、一緒に食べよう。ね、ええ、それじゃあお言葉に甘えて。じゃあ、私もいただきます。ずいぶんと嬉しそう。まあ、いろいろと張り詰めていただろうからな。少しぐらいはしゃいだっていいだろ。痛いよニコ君、君もう酔ってるな。痛っ、こら、ちょっ、にぎやかでいいな。それにとて、ありがとうございます。少し遠出して買った甲斐がありました。
おい、ステルケンブルク・クラナッハ、お前いつまでついてくる？ん？そうだな、仕事も落ち着いていることだしならちょうどいい、僕と最強の座をかけて勝負。お何熱くなってんだよ俺。痛い。美味しい。もしかしたらルルアと一緒に食べてるから。あ、スティアは何か言った？あ、なん？なんでもない。ロロナさん、おかわりをもらえるかしら？あ、それじゃあ私も。お母さん、おかわり。突然のスティアの風、いつの間にかスティアの存在は私にとってとても大きなものになっていて、そんなスティアがいなくなったらって、そう考えるといても立ってもいられなかった。だからこそスティアの風邪を治して、一緒に食べたカレーの味はいろいろと引っかかることはあったけど、とにかく実感したことが一つ、それはスティアはもう私にとって大切な家族の一人だってこと。だからこれは絆の章。